待ってようかな。ケーキ、ハンバーガー、アイス、クレープ。あんまり気分じゃないな。サイズマンゴーフラッペ、カスタムお願いします。ミルクを変更して、ちょっとプラプラして、プロデューサーさんに拾ってもらいやすいように大通りで待ってようかな。どこ行こうかな。くれて、どうしてここに来たのかな。この CD を持ってた人、まだフォークラを好きでいてくれたらいいな。話してみたかったな。いつか絶対嬉しかったことで今日の話しよう。
すごい拡散されて。プロデューサーさん、私って大きくなりましたか？そうなんですけど、これ。はい。私はずっと私なので、大きくなったのかなって。それは言われたことあります。でも親戚じゃなくても思うんですね。なんか変な感じです。私、いろいろできるようになったんだなって思って、中学生になって門限が伸びました。あと難しい勉強もできるようになったし、大人の人みたいに注文して飲み物飲んだりもできるし、プロデューサーさんに送ってもらったりお迎えに来てもらったりしなくてもお仕事に行けます。お仕事もいろんなのをやらせてもらえるようになりました。はい。それにできるようになったことだけじゃなくて、今までやってきたお仕事も
終わったら終わりじゃないんだって思いました。そうです。あとこの前プロデューサーさんのお迎えを待ってる時に中古 CD ショップに入ってみたんです。なんか気になって、そしたら私たちの CD を買ってくれた人がいて、デビュー曲でした。はい、その人たまたまホークラを見つけたみたいだったんですけど、私その時に時間を飛び越えて届くこともあるんだって思って、今の私が頑張ることもだけど、昔の私が頑張ったことが誰かに届いて、その人を笑顔にできたり助けたりできるのかもって、それってすっごいことだなって思ったんです。だって私がいつかアイドルをやめちゃっても、大倉はずっとずっとずーっと誰かに届くんです。それってずーっと誰かの好きを守ったり誰かを助けたりできるかもしれないってことですよね。私、こういうずっと届くもの、もっといっぱいやりたいです。もっといっぱいお仕事して、もっともっとずっとアイドルやって、これからもヒーローみたいにたくさんの人を笑顔にしたいです。